こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はよく質問が来てたスキンケアについて今日はやっていきたいと思います。はい、今この通りちょっとお風呂上がりなんですけど、そして寝起きの顔です。おはようございます。で、私がいつも使っているのはこちらです。ファンケルコンディショニング EX 化粧液しっとりを使ってます。これ敏感肌とかにも使えるのでこれを使ってるんですけど、ほんと大雑把でこれぐらい、あとちょっと500円玉1枚分ぐらい使ってます。で、手になじませて、まんべんなくかけてます。なんかこう包む感じでいつもやってます。で、こちら乳液をつけていきます。ファンケルコンディショニング EX 乳液のしっとりを使っていきます。これを1プッシュくらいですかね、いつも手に取ってつけてます。乳液こんな感じでつけてるんですけど、で、乳液つけるときにみゆはいつも小顔マッサージをしてつけてます。こういう感じで、ここあ、超魚みたい、やばい、ここね、うわ、やべえ、これはごめんなさい、みんな、ここにツボがあって、そしてちょっと痛気持ちいいところ、ここなんですけど、なんて言ったらいいかな、ブスブス、ごめんね、みんな、ここに沿ってグッ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 、ここに骨あるんですけど、ここの、ここにグッ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 と押してあげて、流してあげて、流してあげて、耳の後ろ、ここのへこみグーッと押して、首のこうリンパに流してあげて、で、こうこうやってデコルテを流してあげて、もうこういう感じで、ここの顎のところもこうやってあげて、また顎に流してあげて、耳に流してリンパに流す。あ、気持ちいい。いつも朝の日課です。で、目をここ、グッ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 って、目の周りの骨も、ってあげます。結構これで朝のむくみがすっきりさせてからメイクをよくしてます。はい、ちょっとこんな感じでちょっと簡単に朝の日課、まあ、夜もなんですけど、夜の日課を今日は紹介していきました。化粧水とか乳液とかは敏感肌なので、肌に優しいものをいつも使ってます。いつも肌に優しいものでの中で、なんかこれもいいかな、これもいいかなっていう感じで、なんか使ったりしてるので、よくコロコロ化粧水とか乳液とかは変わったりしてます。はい、では今日はみゆの最近使ってるスキンケアと、あと朝の超簡単なマッサージを今日は紹介していきました。めっちゃ簡単で、結構むくみとかも朝やるとすごい気持ちいいので、もし時間がある朝ある方はやってみてください。はい、今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。